それで一体誰なんだい三日月宗近殿。鍛錬を怠った者とは。その者とは俺サボってないんだけど。いやいやいや、なぜ鍛錬を怠ったのだ。なんか、いろいろ忙しくて。ああ、まあまあまあ知っておる。だが許さんぞ。だろうね。うん。ねえ、どうしようかな。どんな禊をすればいいんですか。俺が決めていいのか。はい。そうさな。では。都の熱を和らげる鴨川のせせらぎのように涼やかな盆にちなんだかっこいい一言っていうのはどうだ。なるほどね。ふぅはい。お、大丈夫か。いけますか。ダメだ。そうそう、いける。本当ですか、うん、よし、じゃあ行きますよ。それでは歌手さんの都の熱を和らげる鴨川のせせらぎのように涼やかな盆にちなんだかっこいい一言まで。3、2、1。歌手清光、お盆休み入ります。と見せかけて攻撃。あ、おお、すごいね。すごいですね。さすがは隊長だな。攻撃力が高いね。よかったよかった。